それでは、線形代数1の第2回の授業を始めたいと思います。前回のまとめです。前回は線形代数でなぜ学ぶか、何を学ぶかということを紹介しまして、それから線形、平面ベクトルとスカラですね。平面ベクトルのスカラ倍とは、それから平面ベクトルの線形結合について説明をしました。今回の内容です。 今回は平面ベクトルが R2 を貼るという概念について説明しますそれからあと平面ベクトルの幾何的な意味について特にスカラバイトわから説明をしたいと思いますその上で平面ベクトルの線形独立一次独立と線形流足一次留続について説明をしますあと平面ベクトルの集合 R2 の規定について紹介しまして最後に平面ベクトルの内積について説明をいたします えさて、今日の始めはですね、あの皆さんにですね、ちょっと数学書の読み方に関する注意をの述べたいと思います。えっ、ー、と、前回ですね、あの、の範囲の最後のあたりなんですが、教科書の2ページ、持ってる人は2ページの、その、まあ、3行、下から、あ、下から1行目ですかね、えっ、ー、と、上記のことから、すべての平面ベクトル、x は、 えー、基本ベクトル E1E2 の線形結合として表せることが「分かる」とあります。で、えー、数学書を読むきにはこの「分かる」という言葉に注意してください。えー、なぜかと言いますとわ、えー、かる数学書で「分かる」って書いてるのはですねあの読者に「分かりますよね」って問いかけなんですね。 えとまあ、もしくはあのもう少し高圧的な人だと「分かれ」って言ってるのかもしれないですけれどもあの数学書において「分かれ」と書かれている場合はこれは「分かりますよね」と言われていると思ってください。で数学において「分かりますよね」って言われていることはどういうことかっていうと究極的には「それを証明してください」って言われていると思ってください。 ですのでこれからこの例えば線形代数の教科書も含んであのいろんな微積、まあ、文も含めていろんな数学書を読んでいくときにこれこれがわかるっていう文をさらっと書くんです数学者はしかしそれは読者にここでこれを理解してくださいねって期待していると期待が込められているということをちょっとチェックしておいてもらいたいと思いますで、えー、ちなみにですね今ここの記述に関してはあの上記のことからっていう あの文言がついてておりましてでその上記のことがいろいろ書かれてあって上記のことから、えー、これこれが分かりますよねっていうふうに書かれているときにはその上記のことがですね、あのー、その結論に対して証明になっている場合があのしばしばあります。ですのでその場合には、えー、じゃその証明が何なのかっていうのを理解することが求められていると思ってください。でしょうかということで。 ここでは、その上記のことだって何があったか、ちょっと教科書の上の方を見てみます。えっ、ー、と、命題として2意の平面ベクトルは基本ベクトル E1、E2 の線形結合として表すことができる、そうですね、表せることがわかるって書いてますので、えっ、ー、と、まあ、これがですね、その上記のことからわかるってことは、その上記の中にこの証明が書いてるってことなんですね。でそので、一応ちょっとそれを証明をしてみましょう。えっ、ー、と、一応その上記の この教科書の2ページの下半分の方にその証明の内容を書いてますのでそれを追っていきましょう。で、えー、と証明のポイントとしてはそのまず E1 と E2 の線形結合が何だったかということをこう思い出すことです。線形結合の定義っていうのは、えー、と今の場合 E1 と E2 の線形結合ですから、えー、E1 に何かスカラーをかけて E2 にスカラーをかけて加えたものが E1 と E2 の線形結合ですね。 そこで E1 を C1 倍して E2 を C1 倍して加えましたと。これが E1 と E2 の線形結合になるわけです。具体的にはこういう形をしているわけですね。で、それで、うん、と今、調べ、示したいのは、その、すべての平面ベクトル、X1、X2 ってすべての平面ベクトルが E1 と E2 の線形結合でかけるということは、こういう角にかけると。だから、えー、E1 の C1 倍プラス E2 の C2 倍の 形でかけるすなわち形でかけるってことは、えー、とこれが等しくなる、この線形結論は x1、x2 に等しくなるような c1、c2 の値を決めるということです,ですで。値が決められるってことを示せばいいんですね。で、じゃあ、あのそれをどうやってしき決,め、ま、決められますって示すかっていうのをこれから説明します。証、え、明、ー、は実はこれだけです。 単なる式の変形にしか見えないかもしれませんけれども、あの、一応当たり前のことを当たり前にきちっと示すと、説明するというのが数学の基本的な大事なことです。で、でどういうことを説明できるかちょっとこれから見ていきましょう。えっ、ー、と、まず、x っていうのが今、x1 と x2 でかけてますよっていうんですね。これを、e、あの、e1 といつの線形結合で表したいので、まずなんかそれらしい形に分けることにします。で、えっ、ー、と、これ、ベクトルっていうのは和が定義されていましたから、これを、 x1,0 と x0,x2 の和で表すんですね。えっ、ー、と、ベクトルの和が定義されていますから、こういうことができます。で、さらに、えっ、ー、と、ベクトルのスカラ倍がありますから、例えば、x1,0 っていうベクトルは1、x1×1,0 っていうベクトルで表すことができます。また、x2 も同じように、えっ、ー、と、これは x2×0,1 っていうベクトルで表すことができます。さて、こうして見てみると、あれと思うわけですね。実は、 1,0ってこれ E1 で0,1っての E2 だからあのこれって E1 と E2 の線形結合でしょっていうことになるわけですね。でしかもその係数っていうのがちゃんとあの最初に与えられた x1 と x2 っていう実数で与えられたと。こういう形でそのうんと与えられた x1、x2 っていうベクトルが E1 の x1 倍プラス E2 の x2 倍っていう線形結合で表されますっていうのが、まあ、この命題の正面になってるというわけです。 えとまあ、ちょっと皆さんですねその数学の命題の証明というのは多分始めたばっかしだと思うので、えー、と何をもって証明とするかっていうことが分かりにくいかもしれませんけれどもこの場合はそのえっ、ー、とこの与えた x1x2 というベクトルがこの e1 と e2 の線形結合で表されるっていうことで線形結合で表せるっていうことはこういう式で表されるっていうことですねこれは定義に戻ってきちんと示すと。 いうことがあの数学の証明になっているということですのであの抑えておいてくださいはいここまででしょうかでこれによりまあ x を e1 e2 の線形結合で表すことができるということでまあ証明終わりとなります、えー、一応ですね余談ですけれどもあの QED って言葉聞いたことある人もいるかもしれませんよく数学の証明の終わりで QED って書いてあの終わると。 なんかあのまあ、高校でも使った人いるかもしれませんけれどもあのこれはあの語源がラテン語で「Quote r a t demonstrandum」っていうらしくってでこれが示されるべきことであったという意味だそうです。でこれでまあ示すべきことが示されたということが、まあ、この QED の略ということだそうです。えちなみに、えー、と英語ではですねこれにも文じった「ジョーク e っていて QED のことを「Quite easily done」っていうふうにあの極めて簡単に示されたっていうあのジョークが あるんだそうでこれは僕が大学入った時に友達だった帰国生の人から教えてもらったジョークです。はい、さてついでになんですけどじゃあ2二の平面ベクトルを線形結合で表すことのできるベクトルはほかにあるかということがちょっと疑問に なるかと思いま,すまああのどうでもいい人もいるかもしれませんけど一応あの教科書にそういう疑問が載ってますので解説しますとこれはあるということなんですね。で、えっと、教科書のうんと3ページの方の例では F1 としてマイナス11それから F2 として11というベクトルを使っても X2 の平面ベクトルを線形結合で表すことができると書いてあります。 で、じゃあそれをどうしてですかっていうことがまず、また問題になるわけですけれども、それをどう、それがどうしてうまくいくかっていうことを説明するにはどうすればいいかっていうと、あの、基本ベクトル E1,E2 が、この今挙げた F1 と F2 の線形結合で表されることを示せばよいということになります。なぜかというと、えっ、ー、と、これはあの三段論法みたいな感じで、えっ、ー、と、任意の平面ベクトルは E1,E2 の線形結合で表されますと。 で、E1、E2 はそれぞれが F1 と F2 の線形結合で表せるっていうことになれば、あそれなら、2の辺ベクそれは F1 と F2 の線形結合で表せることができていますよねっていう話になるわけですね。じゃあ、えっ、ー、と、具体的に、じゃあ、E1、えー、と E2、e、を F1 と F2 で、の線形結合で表すとどういうふうになりますかって言いますと、一応手がかりとしては、F2 から F1 を引くと、あの2、20っていうベクトルになって、あこれは E1 の2倍になりますよね ということはわかるしあと F1 と F2 を加えますと0、2ってなってあこれは E2 の2倍になりますよねっていうことで、えーとまあ、あとは定数倍を調整スカラ倍ですねスカラ倍を調整すれば E1 と E2 っていうのはこの F1 と F2 の線形結合で表すことができると言えるわけです。ということで、まあ、結論は下の方にバーッと書きましたけれども、えーとまあ、2位のベクトル X1、X2 が与えられたらこういう形で F1 と F2 の 線形結結合でで表せまますすよとという結論を導くことができます一応、ちょっと今日は今は時間の都合でできますということだけここで出しましたのでどうやってできるかということをちょっと後でうちの書いてから考えてみてください。はい、ということを踏まえましてまず一つ定義を出します。これは平面ベクトルの生成もしくは貼るという定義ですこれは次の,ようなものです。 A1 AN, AN からをでこの時その R2 は A1 から AN で貼られる生成されるもしくは A1 から AN は逆にですね A1 から AN は R2 を貼るもしくは生成するというのはどういうことかというと任意の平面ベクトルが A1 から AN の線形結合で表されるということを言います。だから貼るったらどういうことかっていうと下のようなことだよっていうふうにまず押さえておいてください。 これも非常に基本的で大事な概念の一つですので一応貼るって言われたらどういうことかっていうのを思い出せるようにしておいてください。ということで先ほど挙げました命題はですね今の貼るという概念を使って少し書き換えることができます。先ほどの命題は2位の平面ベクトルは基本ベクトル E1E2 の線形結合として表すことができると書かれましておりましたがこの基本ベクトルこの部分をですね R2 は 基本ベクトル E1、E2 で貼られるというふうに、この貼るという概念を使って書き換えることができます。どうして書き換えることができるかというと、ちょっと皆さん、これから後で復習しておいてください。なお、この貼られるの幾何的な意味については、日のうのちほど取り上げたいと思います。ここまでいいでしょうか